紛らわしい複母音の聞き取りに挑戦です。2番目に発音されたのが1番と2番のどちらか当ててください。第1問。肉、肉、肉、肉。正解は弱。2番弱いです。1番の肉はお肉のことですね。弱肉強食は中国語では弱肉強食と発音します。しかし発音間違えますと肉弱強食になってしまいますよ。第2問。肉、肉、肉、肉。正解は肉。1番意味は欲しいという意味ですね。2番肉は文字通り右という意味です。続いて第3問。雪、雪、雪、雪。正解は雪。1番書くという意味です。2番の雪は、雪という意味ですね。第4問。卷、卷、卷、卷。正解は卷。2番ですね。意味はかっこいいということです。私のようなイケメンのことですよね。さあ第5問。确实、确实、确实、确实。正解は确实。1番、適切であるという意味の単語です。2番の确实は確実であるという意味です。さあ皆さん、複母音の聞き取りはうまくできましたか？複母音を発音する時のコツは、間に挟まっている母音を意識してしっかりと口を動かして発音することですね。例えば肉、そして弱といった具合ですね。初めの頃は、少し恥ずかしいなと思うくらいオーバーにやるといいですよ。頑張りましょう。这次介绍的是主演电影《凤凰》的演员中井贵一。主人公流浪犯事而入狱，在那里遇到了他生命中的女士周红。他娘怎么就熬过去了？他哪去了？以动荡的时代为背景，正如凤求凰的传说，刻画了对爱情忠贞不渝的男女人物形象。这是根据事实改编的催人泪下的爱情故事。中井先生还作为编导参与了影片的制作。この作品は全編中国語で あのセリフだったと思うんですけれど、すごく大変だったんではないでしょうか？ものすごく大変でした。その中国で僕一人日本人で行って撮影をしてると、周りは全部中国語を分かってる人たちでしょ。そうすると時々その中国って姿勢があって、はい、ちょっとこう間違えると意味が全然違っちゃうじゃないですか。そういう時にこうスタッフがって笑ったりする、ね、やっぱ中国で撮影をしてる間はもう本当にセリフを言う時には手が震えるぐらいやっぱり緊張する。そこの空気をどれだけ吸い込めるかっていうことがすごく僕は大切にしてるんですね。だからそのお互いの役を背負った時に、表面で芝居をするんではなくて、そこの裏側に背負ったもの同士で二人が芝居をすることになるわけだから、その相手役の呼吸を
どうやって感じるかっていうことをまず一番大切に考えるんですね。だからその中国に行った時に、その僕はなるべく中国のものしか食べないようにするんです、うん、それでその中国の人たちがどういうものを食べて何を感じるかっていうことをやっぱり一番大切にしたい、その空気を中にあのティエンクンリーって言って、うん、あのこう天に開いた穴みたいな、綺麗でした。そこも朝、はい、あの700メートルの下に潜るんですよ、はい、自力 で、 でその下で撮影があるんです。700メートルっていうと階段でいうと3000段あるんですよ。それを朝起きて現場行って、はい、さあ行きましょうって言ってみんなで降りて撮影をして、夜3000段の山を上がって、ホテルに帰るんですけど、ほとんどその階段が直角なんですよ、に近いんですよ。それをこう上がっ3000段上がってくわけ、そうすると普通の方で行くと降りるのに1時間半登るのに2時間半かかるんです。これを毎日撮影の前に、前と後にやるんだね。真実の愛を、その僕たちが肉体を使って作った映画だっていうのを見ていただけたら嬉しいなっていうふうに思いますね。僕は本当のインターナショナルっていうのは、自国の文化を胸を張って海外に理解をしてもらうことが僕はインターナショナルだと思うのね。もっと広く考えたときに、アジアの文化っていうものをその他国で理解をしてもらいたいっていうのがあって、それは日本単体の力だけではなく、もちろんその中国だったりとか韓国だったりとか、そういうところのそのアジアが一つになって文化の交流を図って、それを海外に出していくっていうことができれば素敵なことなんじゃないかなっていうふうに、すごくある時期から思うようになって、よし頑張ろうと、中国の映画で交流を図ってみようっていうふうに思って、なるべく単身で乗り込むようにしてるのね、うん。